皆さんはオタクと言われるほど好きなものはありますか？こちらの映画を見たことはありますか？クラゲ姫。クラゲを愛する女子月見は、男を必要としない人生を目指すオタク女子集団アマーズと共に、とある古びたアパート雨水館で共同生活を送っている。ある日、月見はおしゃれ人間の蔵之介と出会い、心を通わせていく。アマーズメンバーはクラゲオタク、鉄道オタク、三国志オタク、日本風のものが好きな和物オタク、年齢を重ねたおじさまを好む枯れ線と、それぞれ属性が違います。そしてそれぞれのオタクっぷりが何とも興味深く爆笑できる作品です。オタクと聞くとアニメや漫画好きのイメージが強いですが、実は他にもいろいろな種類のオタクがいるようです。皆さん、こんにちは。キューブギークへようこそ。ナビゲーターの月原豊です。今日は数あるオタクの中から5つを紹介します。1. 鉄道オタク。鉄道オタクとは、一般人にはよくわからないディープな部分まで鉄道を楽しむ人のことを言います。鉄道オタクと一言で言っても、鉄道の楽しみ方は人により様々です。種類別に分類し、その定義についてお話ししましょう。撮り鉄は、列車やその走る様子など鉄道の写真を撮影して楽しみます。音鉄は、発車メロディーや車内放送、車両の走行音、案内アナウンスなど鉄道の音を聞いたり録音したりして楽しみます。乗り鉄は、より多くの列車、珍しい列車に乗るなど鉄道に乗車することを楽しみます。降り鉄は、途中駅で下車したり全駅下車を目指すなど鉄道駅で降車して楽しみます。駅鉄、駅を好み観察や分析を楽しみます。車両鉄、鉄道車両の情報を集めたり分析研究をして楽しみます。収集鉄、駅スタンプや廃車部品など鉄道関連のコレクションを楽しみます。時刻表鉄、鉄道時刻表を好み分析して楽しみます。駅弁鉄、駅弁を目的に鉄道の旅を楽しみます。模型鉄、鉄道模型やジオラマを制作したりコレクションして楽しみます。ママ鉄、子鉄、鉄道ファン親子の中でも母子で鉄道を楽しむ人たちのことです。ところで、交響曲第9番新世界よりなどでおなじみのチェコを代表する作曲家ドボルザーク、彼が相当な鉄道オタクだったということはクラシック界では有名な話だそうです。暇があれば駅へ機関車を眺めに出かけ、時間があれば模型を作り、機関車の外観や形式を覚えるのが大好きで、運行ダイヤにも興味を持っていたようです。渡米してニューヨークに住んでいた頃は、毎日のようにグランドセントラル駅へ通い、シカゴ特急の車体番号を記録していたとか。そして自分が行けない時は弟子に代わりに行かせて番号を記録させていたそうです。大作曲家の鉄道オタクぶりは現代の鉄道オタクとほぼ同じ。なんだか親近感が湧きますね。2. 歴史オタク。女性は歴女、男性は歴女と呼ばれます。歴史オタクの人は学校で習う以上の歴史の知識を持っています。歴史を題材とした文学や歴史的観光地が大好きです。大河ドラマやゲーム、アニメなどをきっかけに歴史上の人物が好きという人もいます。女性は武将が好きという人が多く、武将萌えという言葉も流行っているようです。中には武将の服を自作して
自分で着てコスプレを楽しむという人もいます。ちなみに歴史オタクとは主に日本の歴史や史跡に対して熱心に活動する人を指すことが多くなっていますが、中には日本史だけでなく世界史に関心を持つ人もいるそうです。3、飛行機オタク。オタクのジャンルとしてはあまり聞き慣れないような気もしますが、飛行機オタクさんたちもいるようです。飛行機オタクには撮影派、乗り派、空港楽しみ派、グッズ収集派、マイルを貯める派、そして自宅で航空無線や映画やゲームなどを楽しむ在宅派などがいるそうです。それぞれの定義についてお話しします。撮影するのが好きな人。空港の展望デッキに行くと望遠レンズのカメラを構えた人たちを見かけますよね。鉄道でいうと撮り鉄ですね。搭乗するのが好きな人。飛行機オタクの中で一番人口が多いのが搭乗するのが好きな人だそうです。飛行機が好きイコール飛行機に乗るのが好きとなるのは自然な流れですね。しかしお金をかけ始めると大変なような気がします。空港が好きな人。空港の施設や雰囲気が好きな人たちです。特に用事もなく空港へ行くこともあるそうです。空港の様々な音を楽しみます。空港の様々な音とはボーディングコールなど空港内の環境音やエンジンの逆噴射の音、チャイムなどです。あと空港が好きな人の中にはラウンジを楽しみたい人もいます。様々な国のラウンジに行くためにたくさん海外へ旅行する人、半日前からチェックインしてラウンジを楽しむ人などです。やはりお金がかかりますね。収集するのが好きな人。何をどこで収集するのでしょう。年に数回航空ジャンク市というものが行われるそうです。ここでは飛行機や空港に関するさまざまなものが売っています。航空機関連の払い下げ部品や機内設備、空港設備の廃品、模型、エアラインのグッズなどが販売されているそうです。マイルを貯めるのが好きな人。さまざまな方法でマイルを貯め特典航空券をゲットすることを楽しみとしている人たちです。これは結構頭を使い難しいようです。クレジットカードなどに精通している場合が多いようです。飛行機オタクは以前は男性が圧倒的に多かったようですが、最近では女性が増え女子会ができるほどになっているといいます。4、特撮オタク。特撮オタクとは特撮ヒーローに夢中の人たちのことです。彼らは毎週日曜朝の戦隊ヒーローと仮面ライダーは欠かさず見るでしょう。そしてヒーローショーにも行きます。特撮オタクにとってヒーローショーはいわばアイドルに会いに行く感覚だと言います。子供連れのファミリーに混じってヒーローを応援したり並んで握手をしてもらったりします。家は特撮 DVD やフィギュア、お菓子のおまけのヒーローたちでみっちりあふれているそうです。2019年に放送したドラマ特撮ガガガは隠れ特撮オタクの OL の日常を描いた人気漫画の実写ドラマ版です。この漫画の原作者も特撮オタクだそうです。そのためこの作品は特撮オタクの気持ちをよく分かっていると特撮オタクに高評価のようです。5、健康オタク。健康オタクとは健康に関して非常に気を使う人のことです。睡眠の量と質を高め野菜や果物をたくさんいただき毎日運動をする自己コントロールに長けている人たちです。野菜や運動が健康に良いというのは誰もが知っていることですが、実行するのはなかなか難しいですよね。しかし中には長生きしたい、いつまでも若々しくありたいと様々な健康法を実践し励みすぎ心の余裕がなくなってしまう人もいるようです。例えば
成分表示を確認しないと食べるものを選べない。体に良くないと思っているものを食べると気分が悪くなる。体に良いと言われるものを飲食し続けて頻尿になったりお腹を壊したりし始めたが、やめ時がわからない。健康的に見えない他人の食事に批判的になるなどです。何事もほどほどが一番。体の栄養と心の栄養、バランスが大事ですね。どうでしたでしょうか。以前はオタクといえばアニメや漫画といった秋葉系オタクを指しましたが、最近のオタクの種類は全ての娯楽に当てはまるようです。そのため釣りやゴルフなどのレジャーや映画鑑賞や食べ歩き、世の中には数多くの趣味が存在しており、多くの人が何かしらの趣味に没頭しています。つまり誰もが何かしらのオタクなのでしょう。あなたは何オタクですか？コメントやご意見、新しいストーリーのリクエストをお待ちしております。チャンネル登録して通知ボタンを押すと、他にもたくさんのストーリーをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。